書き出しはまず、ものの端っこですね。端っこを確認していきます。で、構図をまず決定していく。上がどのくらい入るか、頭の一番右左に何が来るか。で、顎の位置は紙の画面の中心をからどんな位置にあるかっていうのをちょっとデスケル見て確認したりしてます。ただちょっとなんとなくですね、まだ決定はしてないです。この辺かなっていうの目安を、当たりをつけてるっていう感じです。だから少し線も太くて、こっから消して整えていくような感覚ですかね。で、今回は、台座の下まで入れようかちょっと迷ったんですけど、大きく、顔をかっこよく捉えたいなと思ったので、台座は、大きく切って、少しだけ入れてますけど、床までは入れてないといった構図です。で、輪郭だけじゃなくて徐々に、中の形も捉えていきます。これもやっぱり、必ず1回で合うって思わないで、なんとなく置いてみてどうかなっていうのを検証する。もちろんある程度正確には捉えたいんですけど、どうしてもやっぱずれてしまうので、これもやっぱこの辺かなっていうのを、なんとなくっていうので置いていきます。だいたい今全体に、当たりを取ったとこですね。で、ここからちょっと冷静に確認作業ですね。構図本当にこれで良かったかなとか、大きな比率ですね。頭部と首、台座、見切れてますけど、台座、この3つのバランスがどうかなとか、頭部の中でも顔面と髪の毛とかっていうのを、目を瞬時に動かしながら、モチーフと比べてどうかなっていうのを、ちょっとゆっくりじっくりやっていきます。で、あんまり違うようだと、もう一回戻って、やり直しというか、当たりの取り直しだったり、全体構図がちょっと寄ってるなって場合は、この時点からちょっとずつ、ずらしていこうかなとか、そういったことを計画していきますね。で、今、構図は上は頭入れようと思ってるんですけど、どうかな、酒造なんでね、あんまりパンパンに大きく入れようっていう感覚は僕の中ではないです。鏡像とかで大きい像だと、左右上下ちょっと切っていけたら切っていこうと思うんですけど、酒造の場合は割と、モチーフも小さいので、そんなにパンパンにはしなくていいかなというような考えです。で、あとはメディチはかなり動きが独特なんでね、石膏像どれもそうなんですけど、この正中線のねじれというか、首の正面は左の方にあり、顔の正面は右の方にあるっていう、この覗いてるような、そういった感じですかね。この動きがこの軸で出そうかなっていうのも、構図だったり当たりを取った時点でちょっと確認しておくといいですね。これも最後の方にやっぱり直しづらいので、最初にやっておきたいことっていうのは優先順位として構図だったり比率だったり動きだったりっていうことがあります。細かいシルエットに関してはかなり最後の方で調節できるので、最初は、ざっくりですね、僕は割とカクカク特徴をつかもうと思って、カクカク角を取っかかりを作りながら描いていくような感じですね。でどういう特徴かなって、どこに張りがあるかなとか。で、角を作っていくと左右で比べやすかったりするんですね。
そういう利点があります。で、シルエットだけじゃなくて中の形も、取っかかりを探しながらちょっと図形的に置き換えながら描いてます。そうすることで特徴を認識しやすくなります。あとやっぱりこう両目見えていたらその傾きとか髪の毛でも一個一個バラバラに見えるんですけど、左右対称に見える部分っていうのは必ず両側の傾きがどうなってるかなっていう。鼻もちっちゃいですけど、鼻の先端、小鼻っていうのがどういう角度なのかな。唇も口角ですね、端っこがどういう関係か、頬骨とかもそうです。片方を描いたら必ずもう片方見えてる場合は確認する。で、どういう傾きかっていうのが全体にこういった右下がりの傾きにちゃんとなってるかなっていうのを確認していきます。今、当たりを取りつつ、光と影っていうのを大きく2色に分けた時にどこから影になるかなっていうのを見当をつけて、その図形を探してますね。で、この後塗っていく、影を塗っていくような作業になるんですけど、どこから塗ろうかなっていうのを割とこう決めてから塗るっていうのをやっています。あとはですね、逐一こう水平垂直に何があるか、水平に右に当たってった時に何があるかなっていうのを一個一個のパーツを確認しながら入れていく。まあ、入れた後確認でも構わないんですけど、確認しないで入れちゃうと大きくずれていってしまうので、入れた後もしくは入れながら確認していくと形が合いやすいです。で、今回右から強い光が来てるので、左側は大きく影になると読んでます。で、一旦全体に陰影がついて、で、ここからは、まあ、形のやっぱり修正も含み、傾きとか、全体の構造ですね。そこがどういう面なのか、垂直なのか、光側なのか影側なのかもそうですし、それを少し合わせていくような感覚で調節していきます。
あとは右からの光でこの面は光を受けないなってところはやっぱり少し塗っていく必要がありますかね。今ちょっと光と影の境目をちょっとだけ丁寧に印象を捉えて、かつ強弱を見て強いところはぐっと強めて言っています。ここでだいたい 1.5 時間経ちました。で、まあ、全体の明暗のバランスと、まあ、強い黒ですね、ここはかなり周りに比べて飛んで黒いなっていうところをちょっと強めてみました。で、ちょっとバランス取りながら、形もちょっと修正しつつという感じで進んできました。この後はまあ色を定着させて、形修正したり、まだ最後まで形を修正しつつ、まだちょっとぼやっとしている部分があるので細かく描写をしていって終了となります。で、まあ、書き出しはここまでですが、そうですね、まあ、とにかくこの明暗のバランスを崩さずに書いていくっていうのを、最後まで意識しながら進めるっていうのが
この後の仕事になってくると思いますが、まず書き出しはこのような形でざっくりとした印象と明暗を置いていくっていうところでが重要かなと思います。